車のガラス面のコーティング剤最強アイテムを使ってみたいと思います。皆さんこんにちは、 S のりの S です。この度も動画のご視聴ありがとうございます。よかったらね、インスタグラムの方やってますので一度覗いてみてください。はい、ということで今回もね、洗車用品の紹介レビューをねやっていきたいと思うんですけども、今回使ってみる商品はこちらです。じゃん、クリンビューのハイブリッドストロングという窓ガラスのね撥水コーティング剤です。これね、結構有名な商品みたいで、まあ、現在ね、市場に出てる窓ガラスのコーティング剤の中では、もう最強のね、呼び声が高い商品みたいで、非常にね、楽しみです。使ってみるのがね。一応ね、まあ、特徴というかね、簡単に商品説明しておくと、形状ね、ようありがちなやつですね。こんな感じで、持ち手がついててね。で、ここのキャップを外すとフェルトがついてて、窓ガラスにね、直接塗り込んでいくっていうタイプの商品なんですけど、で、まあ、施工方法は一般的ですね。よくあるタイプで、まずはガラス面のホコリや汚れを洗い流して、ここのカバー、キャップを回す、外すと。で、液が飛び散らないようにフェルト面をガラス面に密着させ、ボトル部分を押しながら液をね、出してフェルト部分に染み込ませて塗り込んでいくと。で、全体が白く乾いたら、約5分10分後ですね。綺麗な固く絞った濡れタオルで綺麗に拭き取るだけ。まあ、施工は非常に簡単ですね。で、もちろん、この施工する前に、ガラス面の油膜とかはね、鱗汚れっていうのはしっかりね、取ってから使いましょうということですね。で、この商品ね、なんと時速38キロ以上で、雨がね、吹き飛ばされていってワイパー不要の走行ができるということで、まあ今までね、いろんなガラス面のね、コーティング剤使ってきましたけども、まあまあよくて45キロとかね、前使ってたやつとかやったら50キロぐらい、まあ、50キロでもなかなか動いてくれない商品も多いですからね。で、60キロぐらいになってやっと水滴がね、動いていってくれるという商品が多い中、なんとこれは38キロでね、ワイパー不要で走行ができるということで、これ事実というかね、実際そうやったらすごいですよね。ワイパーなしで走行することができると。38キロできたら下道でも全然いけますからね。一応3ヶ月から4ヶ月ね、効果が続くということなんですけど、ここら辺はね、車の保管状況とかにもよるので、屋外駐車でね、保管されてる方、まあ僕もそうなんですけど、3、4ヶ月は持たへんやろうなとは思ってるんですけど、まあ実際でもね、この38キロで吹き飛ばされていってくれればね、やっぱ効果非常に高いんで、楽しみですよね。はい、じゃあ早速ね、施工の方をやって、で実際にね、雨の日に走行してみて、38キロ以上でね、水滴が動いていってくれるのかっていうのまでね、検証していきたいと思います。じゃあまずはね、早速施工してみたいと思います。はい、じゃあね、早速こちらのクリンビューのね、Gコート施工をね、やっていきたいと思います。で、今ね、すでに洗車をしまして、ガラス面の、鱗汚れ、水垢汚れですね。それと油膜もね、取ったので、今ね、これ水をかけると、まあ、こんな感じでね、浸水状態になってます。下地はね、もう大丈夫なので、この上からね、施工をね、やっていきたいと思います。じゃあね、やっていきたいと思うんですけど、まずね、ガラス面の水滴をね、しっかり取り除いて、乾いた状態で施工していきます。で、日差しのね、強い日とか、まあ、気温がね、高い日はちょっと施工をしないようにしてくださいということなんでね、そこだけ注意してください。じゃあね、まずこの上のね、丸いフェルトじゃなくて、このキャップ。
濡らして固く絞ったねマイクロファイバークロスで拭き上げをねやっていきたいと思います。じゃあマイクロファイバークロスで拭いていきます。あ、めちゃめちゃ拭き上げしやすいです。全然ムラにもねならないですし、簡単にね拭き取れますね。これは楽。はい、こんな感じでね拭き取りができました。一応ねこれで施工完了っていうことなんで、めっちゃ簡単でしたね施工。これでねちょっと水をかけてね撥水を見てみたいと思います。おお、すごい、めっちゃ撥水してる。ヤバクリン牛のハイブリッドストロング、これすごないですか。左側はねもちろん浸水状態ですけども、施工してないんで、この右側の撥水、これですよ。すごいな。軽くね塗って拭いただけなんですけど、めちゃめちゃ撥水してますね。はい、こんな感じ。うん、素晴らしい撥水力ですね。はい、じゃあね今向かって右側だけあったので、残りね左半分もやりまして、で雨の日にですね実際にね走行してみて、で時速38キロ以上で水滴がね飛んでいくということなので、実際にねその38キロで水滴が飛んでいってくれるのかっていうのをね見ていきたいと思います。はい、そうしたらですね施工してからだいたい20時間後ぐらいかな、ただ翌日ですね、で都合よくちょうどよくね雨が降ってくれたので、実際のねちょっと撥水性を見ていきたいと思うんですけど、今これフロントガラスの状態ですね。で今これ速度が45キロぐらいなんですけど、まあ、動くのは動いてますね。水滴が流れていってくれてます。38キロ以上でね水滴がいってくれるということなんですけど、もうちょっとまだスピードがねこれ45キロ、あーちょっと落ちてきたな。あ、でも38キロで来てくれるんかな。今これがねちょうど38キロなんですけど、38キロじゃやっぱちょっと厳しいですね。はい、じゃあね今度はちょっと角度を変えてね撮ってみたいと思います。はい、で今ねスピードを上げていってまして、今これで38キロ、38キロじゃやっぱり飛んでいかないですね。施工の方法間違ってなかったと思うんですけど、38キロじゃ飛んでいかないですけど、やっぱり45キロを超えるとこんな感じでねバチバチに流れていってくれます。今これが55キロ、55キロやったらもう全然余裕で飛んでいってくれますね。強力だと思います。まあワイパーなしでもね、まあ、50キロぐらいで行けば結構流れていってくれるんで運転はできますけど、一旦ちょっとワイパー動かしてみると、ああもうすっきりですね。うん、いいと思う。60キロやったらもう全然ね余裕です。はい、ということでこちらのですねクリーンビューのストロングハイブリッド施工の方をしてみました。どうでしたかねこちらのねストロングハイブリッド、まあ、使ってみたね率直な感想としては、まあ噂通りに、強力なね撥水力を持った商品だと感じました。ただね歌い文句通りの38キロで水滴がどんどんね飛んでいくっていう部分に関してはね、まあ今回施工した感じでは38キロではね、まあ、動くのはね水滴動いてくれてましたけども、バチバチね飛んでいくかっていうとそんな感じではねなかったですね。40キロを超えたあたりからね、しっかり水滴が動き出して、もう45キロぐらいのねスピードではもう十分ね水滴が飛んでいってくれてたので、撥水力ね今まで使った商品の中ではね一番あったんじゃないかなと思ってます。
で施工もねすごいしやすくて伸びもね良かったですし、塗り広げるのがね楽でした。で拭き取りもねすごい簡単で、過去にね使った商品の中ではなかなかねクロスで拭いても取れてくれない、ムラにねなってしまうような商品もあったんですけども、そういったことがねなくて簡単に拭き取ることもできたんでね、施工性もいいんじゃないかなと思います。ただねちょっと動画の中にも映ってたと思うんですけど、乾かす時間ね一応10分ぐらい置いてたんですけども、乾かしすぎたのかね、ちょっとなんていうんですかね、ムラになってる部分もあったと思うんで、乾かす時間はちょっと要注意ですね。今回10分でやりましたけども、7分ぐらいでいいんじゃないかなと思います。でこのコストパフォーマンスの部分ですけども、今回ね、メルセデスのフロントガラスとサンルーフとリアをねこちら施工したんですけど、それで使った使用量がね見えるかな、ちょうどちょうどねこのステッカーというかねシールがあるんですけど、このねラインぐらいまでだ、これぐらいですね。今回メルセデスの S のフロントサンルーフリアを施工してこれぐらいなんで、あとそうですね3回は多分ね施工することができそうなんで、まあまあコストもね悪くないんじゃないかなと思います。一応ね具体文句では3ヶ月から4ヶ月ぐらい効果が持続するっていうことなんですけど、まあね4ヶ月は正直ね厳しいと思ってます。もう3ヶ月持ってくれたら十分なんで、まあ、持ってくれるとね年の施工が4回で済むんで、これ1本で1年間ぐらいはね使えるという計算なんで、コストパフォーマンスもね非常にいいと思います。あとはね一番心配だったね、傷が入るんじゃないかなという部分ですね、まあ、輸入車には施工しないでくださいねという注意書きがある中、今回ね思い切ってメルセデスに施工してみたんですけども、傷はね見当たらなかったですね。まあ、動画撮影ねして、でその後もねガラス面にね傷がないかっていうのを注意深くね時間をかけて見てみたんですけども、まあ、小傷もね一つも見当たらなかったですし、使えるとは思います。ただここはねメーカーさんとしては推奨してないので、あくまで自己責任で使用するというとこにはなるんですけども、まあ、今回使ってみた中ではねメルセデスに施工しましたけども、小傷の方は入らなかったですね。はい、ということで今回はね、非常に効果が高いとね評判のこちらのクリーンビューのねハイブリッドストロング施工していました。噂通りのね、効果の高さで非常に満足してます。またねこれから冬が明けてね梅雨雨が遠い時期に入ってくる前にですね、皆さんも一度こちらのハイブリッドストロング施工してみてはいかがかなというふうに思います。以上今回はねこちらのクリーンビューのねハイブリッドストロングの施工レビューでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。